それを2日後に控えたら現在の出場から、いやもうやることはやってきたんで、もうあとはリングで思い切り相手を叩き潰すだけだと思ってます。改めて横田選手の印象を聞かせていただきたい。特にないですね。どんなフィニッシュをイメージされてますか？どんな形でもフィニッシュできるように考えてます。対戦相手がもう接種に決まるのはかなりギリギリだったと思うんですけど、その決まってからの野川選手の映像見たりとかそういうところってつぶやいてきました？はい、少し見ましたけど、あんまそっちはもうトレーナーさんにお任せして、自分は自分を作ることに集中してきました。まあ、あんま時間もなかったんで、その対策ばっかになっちゃうと、まあそっち偏りすぎてもしょうがないんで、急ピッチでやってもしょうがないんで、まあコンディションベーストに持っていくことを考えて、まあ時間少なかったですけどやってきましたね。前回の会見の時はかなりこう準備した時だと思うんですけど、梶選手はあの場を体験してますけど、どんな感想を持ちましたか？あの場を、なんですか？あの場にいて、どういう心境でしたか？はい、あの会見の場にいて、はい、梶選手はどういう心境でいましたか？なんですかね、あんま何も考えてなかったですね。まあ青木くんがよく喋ってたんで、まあ二人して喋る必要ねえかなっていう。まあ、あの時はあまりコメントされてなかったですけど、まあ、横田選手がいろんなこと言ってて、まあ、感情的になる部分とかは今ないですけど、あまりにもその挑発のレベルが低すぎて返すつもりにもなんないし、もっと勉強した方がいいんじゃないかなって思いましたね。最後のプロセッションを欠席した理由というのは何かいや別に仲良し恋しで友達作るために格闘技やってるわけじゃないし、まあその場にいたくなかったですね。はい、もう戦いは始まってるんでね、あの時点で。はい、他にご質問よろしいでしょうか？かなり頬が焦げてると思うんですけど、減量のその疲れとか影響とかそういうのはどうですか？いやもう減量はすごい順調ですね。あとはもう水分出すだけでかなりいい、今までと比べても一番いいぐらいのコンディションだと思います。はい、大丈夫、終了します。ありがとうございました。